皆さん、こんにちは。えー、レベリ2023年、えー、合格要求の税理士簿記論に関するガイダンス講義を開始いたします。えー、担当はレッコの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、じゃあですね。 本日は、あの、2023年のね、えー、合格目標、税理士募金論講座に関するご案内というところでございまして、えー、お時間、だいたい3、40分ですかね、頂戴いたしまして、えー、私の方からですね、今、あ税理士の募金論のね、受験をご検討されている方々に関し、対して、えー、私どもレックでのね、あの、講座設定などについてのご案内をさせていただくというところになります。まあ、今日は、あの、勉強という形ではないので、 えー、まあね私どもレックが合格に向けてですねどのようなコンセプトまたはどのような講座設定、えー、これでね、えー、講義の方をご提供させていただいてるかということをね、えー、少し僕の方からプレゼンさせていただくというところになりますんで、まあ、少し気楽にね 今日はお話を聞いていただければと思います。で、このご説明の過程で、えー、まあメインでちょっと使わせていただこうと思っているのはこちらですね、えー。2023年向けの税理士のパンフレットになります。えー、こちらをね、まあ、使いながらあ少し、えー、税理士のね、まあ簿記論についての取り扱い、お話をさせていただくということで、まあこのお税理士、 ね、いわゆる会計科目税理士の中でも会計科目って呼ばれるのが多くの場合、えー、税理試験の受験生さんというのはですねまあほとんどとまでまあでもほとんどと言っていいんでしょうね、えー、もう9割以上の方々があ一番最初に税理試験の受験をお考えになったときに選択されるのがこの「簿記論財務諸評論」といわれるいわゆる会計科目になる。 まあ、その中でも特にねえ本日僕の方でお話をさせていただきますこの簿記論という科目はですねまあ一番イメージしやすい話で言えばあこれまでね日照簿記検定をはじめとする各種簿記検定試験まあこれをねえ一生懸命ね勉強して結果出された方々まあこういった方々が多分一番多いのかなというふうに思うんですけども問題の形式ですね実際皆さん方にご回答いただく問題の形式が 相当程度相当程度日簿記とと税理士の論という科目は被りますあ端的な話日照簿記3級とか2級とかねで1級とかいろいろレベルはありますけども日照募金定で、まあ、実際皆さん方いろんな形で問題対応って測っていただいたと思うんですがあれとねほぼ同じような形で問題が出てくるのが税理士の簿記論という科目なんですね。 だ純粋に簿記会計に関する計算知識を問うというのが簿記論の特徴になりますからもう問題の形としてはかなり日照簿記検定に近い、まあ、同じような形式で問題が出るただ当然のことながらあのレベルであったりとかあ出題の傾向であったりとかっていうのは税理士特有のものっていうのは当然ありますがあ問題の形としてはかなり近いのが簿記論だっていうところがあるんで従、まあ、ってね税理士科目 税理試験を受けてみようと思われた時に、まあ、特に1科目ね、えー、一番ほとんどの方々が受ける科目はどれですかってお聞きになられればこの簿記論という科目が一番とっつきやすいなじみがある形式の問題に対応ができるというところになるんですね。まあもう一つの財務諸評論というのは100点満点でね税理試験というのは実施がされるわけですけどもそのうちの50点は計算問題、まあ、すなわち簿記検定なんかとちょっと似たような。 簿記の知識を問う計算問題が出ますけど残り50%残りの50点部分っていうのは会計理論の論述が入るんで、まあ、どうしてもこの理論の論述っていうのはね日照簿記検定3級とか2級ではまあ全くと言って,って出ない話ですからあそういったことからするとやはりとっ,つきやすかいやとっつきやすさっていう意味からするとおこのね簿記論というのをご選択いただく方が非常に多いというのは事実であります。で私どもレッのの場合にはこの会計科目 税理士のね会計科目に関してはさまざまな形でまあ講座の展開させていただいているというところがあるんですけどもまあ大きく申し上げれば初学者向けの講座この会計科目をご受験いただくための初学者向けの講座っていうのは2種類私どもの場合では設定させていただいてるんですねまあそれちょっとですねパンフレット使ってご案内させていただくとよいしょこれパンフレット冒頭部分にね記載させていただいてるんですがまあこの税理士券 まあ必ず受けっていいいただかななきゃいけない必須科目っていう続けになるんですけど簿記論という科目と財務省論という科目を考えた時にまあこの2科目ねえ会計科目をご受験いただくための私どもの講座としては2種類あるよということを今言いましたまあ,あこれね近年は他校さんなんかでも導入されているような講座になりますけどもまあ私ども元祖として。 自負、えー、も持っておりますし長い経験も持っておりますがまず非常に多くの方々に選んでいただいてるのがこちら母材横断コースっていうのがあります、ねまあ、私どもレックの場合には圧倒的に受験生さんの数でいうとこっちの方が多いかなっていうところがあるんですが、まあ、この「母材横断コース」っていうのは募金論と財務省の2科目合格を念頭に、ね、2つの科目に必要な知識というものを効率よく勉強していこうよっていうのが母材横断コース。 だからこちらに関しては基本的に1年程度ねご学習いただいて翌年の税理試験で募金財材料同時合格を目指すとだから2つねえ受験をしていただいて2つとも合格するということをコンセプトに授業をやってるのが母材横断です。ね まあこちらの方も私が講義は担当させていただいてるんでえ収録講義なんかでねご聴講いただくような機会があればあ僕の方で担当させていただくんですがまあこれ毎年のようにねえ皆さん一生懸命頑張ってくださってるんで例年多くの合格者もお幸いなことに出ているというような状況でございますまあこれが母材横断コースねまあ私の思うの場合には一番人数が多いのはこれですただなかなかね2科目同時に 1>, 1年間で受験をやっていこうっていうのはきついよとい、まあ、うところも当然あると思うんですねまあしたがってまあ一つ一つじっくりと勉強を進めながらあ確実に合格を積み上げていきたいという方々もおいでになるでしょうからそういった方々向けの講座っていうのがまあある意味基本の講座になるんですけどこれがパーフェクトコースと呼ばれるものですでこれは模ロンパーフェクトっていうのと財務諸評論のパーフェクトっていうのは分かれますねで分かれててこれはもう確実にね 例えば、ボキロンパーフェクト。今日はこれをメインでお話しさせていただくんですが、ボキロンパーフェクト講座をご受講いただく方々は、もう純粋に1年間、ボキロンの受験だけに特化して勉強やっていただきます。まあ、そうすることによって、来年、ね、試験を受けていただいて、ボキロンの確実な合格を目指すというところを目標にするのが、このボキロンパーフェクト。で、同じように財務諸表論のパーフェクトというのもあるんで、財務諸表論だけに特化して勉強を進めていただいて、 来年の試験で財務省評論の合格を目指そうよっていうのが財表のパーーフェクトコースだ一つ一つの合格を積み上げるっていうことをコンセプトのされる方々はこちらが基本です。でどっちがいいのっていうこともねよくご相談いただくんですけどもまあやっぱりこれはねお一人お一人日々の生活環境かなり違うと思うんで、まあ、その点をやっぱりね意識しながら講座の選択っていうのはされた方がいいと思います。あの当然のことながら あー母材横断っていうのは効率よくね2科目を合格していただくということをコンセプトに講座の開発をしたものでございますから簿記論のパーフェクトそして財務諸評論のパーフェクト1科目ずつ勉強をやっていくよりは圧倒的に効率よく2科目合格ができるようにはなってます。ねな単純な話パーフェクト講座を前提にした場合簿記論パーフェクト財務諸論パーフェクト それぞれ調考していただいて合格していただくにあたって必要な学習量が科科、まあ、科目目目分分分とだから2科目分になるでしょ、ね、でこのパーフェクト交差を既存に基本に簿記、えー、論と財標をそれぞれ勉強すれば、まあ、仮に1年間で同時にやればね2科目分の勉強になるんだけどもこの利用者の中には当然重複する知識っていうのもまあまあ出てくるから。 ね、そこの部分について効率性を考えて割愛しながら、まあ、より効果的に勉強を進めましょうよっていうことで講座コンセプトを組んであるのが母材横断なんで単純な話パーフェクト講座を前提に母記論と財務省論をそれぞれ受かろうとすれば2科目分の勉強がいるけども母材横断で勉強をやっていただければそうですね僕の感覚でいうと科科目目とか科目分ぐらいの勉強ですちょっとしか減んねえじゃんと思われるかもしれないですけど。 それれはね飛躍的には減らないでですすよ母材横断をやれば1科科目目分の勉強で2科目受かりますそんなマジックみたいなことはない。さすがにそれはない。そこは僕は嘘になるからそういうことは言いたくないんで言いません。えー、ただ、2科目分の勉強よりは間違いなく減ります。間違いなく減ります。なので僕の感覚で言うと1.6前後。まあ1.6から1.7ぐらいかな。 あそれぐらいの学習量で2科目合格で選べるよ狙えるよっていうのが母材オーダーのコンセプトになりますから当然のことながら1科目ずつ勉勉強強すするよよりは勉強量増えますよ当たり前です2科目受けるんだから。2科目受けるんだから1科目ずつ勉強するよりは勉強量が減りますけどもえただあ飛躍的にね1科目分の勉強で2科目受かるなんてことはない。ね。 でこれがボザーオーダン、まあ、そうなってくるとやっぱりね一番最初でもあるしどれぐらいの日々の勉強をすればいいのか分からないし、ね、なおかつ仕事もね忙しい時は本当に忙しかったりするよというような方々もいらっしゃると思うので、まあ、そういう方々に関しては確実に1科目ずつご選択いただくという意味でパーフェクトというのも一つ堅実な選択肢かなというふうに思います。 ね、まあ,あどうしてもこのパーフェクトコースに関しては通学でのライブ授業っていうのが私どもの場合ございませんライブ授業自体はねあの東京で1か所だけうちやってるんです水道橋本校っていうところで僕がやってるんですがその通学のクラスっていうのはこの母材横断のコースしかやってませんねだからパーフェクトコースをご選択いただいた方々というのは基本的にウェブでの兆候ね 私がこういう形で講義をね事前に収録したものを随時皆さん方にご聴講いただきながら各自で勉強を進めていただくというのがパーフェクト講座の基本的な設定になりますまあこれはね中にはやっぱり数学の方をね日々決まった時間に学校に行って勉強したいよそれの方のは強制的にやらされるから学習計画も組みやすいもんっていう方もいらっしゃるんですねでいらっしゃるんですけどもただね私どもの一つの大きなコンセプトとしてはあのやはりね 税理士になりたいという志をお持ちの方々にお手頃な値段で効果的な講義を提供したいというのがやはりコンセプトとして大きいんですね。でそうなってくるとまあ当然のことながら学費というものはある程度切り下げるっていうことを考えた場合には固定費の削減というのはさどうしても考えなきゃいけない。で固定費の削減をしましょうって言ったときにまあ当然通学のクラスを改設するってことはその分だけねい授業のコマ数だけ教室をまず確保しなきゃいけないし。 で運営スタッフの人件費をまかなきゃいけないしで高熱費なんかの保持もしなきゃいけないわけですから当然ね通学のクラスを開講すればするほど固定費が増えてしまうんですよ。で固定費が増えてしまうと当然学費が高くなるいう問題がある。ね、でよそのね大手さんなんかでは私どもで言うとこのパーフェクトに準じるようなコース1科目勉強するために年間20万円程度学費がかかるっていう学校さん大手の予備校さんありますよねね。 えまあこれ皆さん方もいろいろお調べいただいてると思いますけどやっぱねまあねそれぐらいかかりますよ別にその学校さんたちがぼったくてるわけでも何でもないです最低限度だと思いますあれだって。でその代わり大手さんは通学のクラスをバンバンやったりいろんなところに講座を校舎を開設したりいうことをおやりになってるんですがただまあそれをやってもね結局学位が大きくなるだけだしね え税理士やりたいなと思ってでも学費の部分で断念しなきゃいけないっていうところはやっぱ出てきてしまうわけですから私どもはもう長い間ねあの極力学費を抑制しながらねで税理士になりたいという高い志をお持ちの方々をご支援させていただきたいというところもあってとにかく学費をねお手頃の値段まで下げたいというのがあるんですね。だからこそ通学のクラスっていうのも極力減らさせていただいていてねえ申し訳ないんですけどもおご通学いただいたライブの授業っていうのは母材オーダーのクラスしか やってませんで東京だだけけ水道橋本校とというところだけでやりますですから今日題材と上がるこのパーフェクトコースの場合にはウェブでのご聴講というところになりますんでね、えー、パソコンを使っていただいて私が講義を担当させていただきますからあ私の授業を聞いていただいてねでその上で各自問題集なんかをどんどん解きながら各種の質問対応制度などを活用していただきつつまあ現役のを進めていただくという形になるんですね。 まあしたがってえ比較的えまあそうは言ったでねえ爆安ですとまでは言わないですけどもおそれなりに学費はね安く抑えることができているというところになるんでまあどちらをご選択いただくかっていうのはねもう本当にお一人お一人置かれている状況がかなり違いますからあご自分の状況というものをしっかり勘案されながら講座の選択というのはされた方がいいと思うんですけども確かにね 母財横断を選んでいただければ来年の段階で2科目合格していただくことが可能です。可能ですが先ほど来僕言ってる通りもういいことばっかり言いたくないんであの当然のことながら2科目受けなきゃいけないということはですよ。ねえ募論と材票を別の、ね、授業として受けていくよりは学習よりは減ります。母財横断だったら減りますけどただ減ったって1.6科目分ぐらいの勉強はいるんです。1科目分の勉強よりは絶対増えるんです。でそうなってくるとね まあこれはもう皆さん方特に簿記の3級とか2級受けたことある方分かると思うんだけど簿記論はじめとするような会計科目っていうのは授業で話を聞いていただくだけじゃ意味がないんでね分かるでしょねこれはもうやったことある方だったら絶対分かるんですよ。あの計算科目ですから会計学は。当然のことだから自分で電卓入れて計算やって答えを導出してそれを回答しに書かなきゃいけないんです。 でそうなると理屈は理屈として講義を通じてまず皆さんに押さえていただく必要はありますけどもそこで身につけていただいた知識というものを実際の演習を通じて自分の中に確実に取り込まなきゃいけないだって計算要領の話だし端的な作業の話ですからこういう内容ってのは概念だけ分かっててもダメなんですだって簿記論ともそうだし財務省論もそうだけど回答用紙に書くのは自分で金額書くんですよ延滞位まで。 まあ実際税理試験の場合には円単位ばっかりじゃなくて1000単位で回答させる場合結構ありますけどね、まあ、何にしたって自分で電卓入れて計算した結果を回答時に書くんです他の資格試験みたいに選択肢があってその中で妥当なものを選ぶとかそういう話じゃないのってことはどういうことかっていうと大体こんな感じっていう概念をうっすら覚えとけば問題解けますか解けません無理です、えー、それでは絶対受からない だ確実に延位までどんぴしゃ正しい計算結果を導出しそれを簿記の知識を用いて仕分けなどを通じて記録をし記録した内容に基づいて集計作業をやっていただいて例えば PL 作るとか BS 作るとかそこまでやんなきゃいけないんですそれが会計学ですでそれが会計学であるということはどういうことかこれは講義は講義で聞いていただくんだけどそれを確実に自分の中に取り込めるようにするためには何が必要ですかこれは練習がいるんですえい。 練習がいるんです。だから聴講が終わった後に問題解かなきゃいけない。で、その問題解くために、じゃあ、どれぐらいの学習時間が必要ですかということもよくご質問いただきます。でね、私どもっていうのは、うちだけじゃないけどね、よその学校さんも大体ね、こういうのをご紹介してます。ね、標準学習時間ってどれぐらいになりますかね、まあ、よく言われる話。ね、合格までに必要な学習時間は、募金単独で450時間。 財務単独で450時間ってことはそれぞれ分けて勉強すれば2科目受かれるためには900時間ですね話になるでしょでもまあ両者の間には重複する知識ってのはかなりあるからそこをはしょってコンパクトにやっていくよってのは母材横断のコンセプトなんですって話だけどまあこれ見てもらえば分かる通り母帰論単独だったら450だけどまあパンフに載ってるデータですよ。ねね。やっぱり多少増えるじゃない。 ね。事実として、あの、増えるのは間違いなく増えるんです。ね。で、事実として間違いなく増える部分は増える。ね。それは、あの、まごうことない事実なのね。まごうことない事実なんだけど、ただ、もちろん単独でやっていただければ450時間ですって話になる。ね。 で、皆さん方、今日ね、えー、ご参加いただいている方々、ご選択、ご検討いただいているのは、このモキロンパーフェクトの方でしょうから、まあ、単独で450時間ですよって歌ってるでしょね。で、この単独で450時間程度、ね、えー、皆さん方、ご聴講いただいて勉強を進めていただきたいんですいうところになるんだけど、まあ、この450時間とかっていうのもね、もう主観の問題なんだよね。正直言って。で、主観の問題になりますから、 そうねまあこれをどう見るかとねこれをどう見るかと、まあ、いうところは当然出てくるという話なんだよね。で話なんだけどあの僕ね個人的に思うんですが僕は個人的には450時間じゃちょっとギリかなちょっと厳しいかなもうちょっとかかるかなと思ってます。でもうちょっとかかるかなと思ってるんだけどそれは今言った通りね 単純に兆候だけではなくてご自分で問題演習を繰り返すっていうことをやってっていただかないといけない。でその問題演習を繰り返すにあたっては容量のいいいい人はねちちちゃちゃゃっっと問題だって解いちゃいますよでもみんながみんな容量いい人ばっかりではないし僕なんかも自分が勉強してた時には全く逆のタイプだったんでやっぱり何回も何回もね問題解き込まないとできないタイプでしたから。 僕なんか自分がどんぐらい勉強したかなんか時間なんか測ってないですけどあのただね税理士の勉強を始める前にそうね僕は1級から入ったんであれなんですが、まあ、1級なんかを業務命令でね最初に取れって言われてやったんだけどまあその時は一番勉強したかなそうですねまあ二級やった時は多分一番勉強しましたけどねやっぱでも税理士入ってからも基本的に J リーの会計科目勉強を始めた時には大体週1日か2日はまあ何もしない日っうかオフは作りましたけどあとの時間はほぼですね自分の自由時間は勉強してましたねあの週毎日毎日だから2時間程度ぐらいは少なくとも確保してましたよあの授業とは別にね授業とは別にえそれぐらいの時間はやっぱり確保してたかなでそれぐらいやっぱね必要なのよ まあ僕よりももっと効率よくやっちゃう方もいらっしゃるとは思うけどただまあそうね週のうち逆に言えば2日とか3日しか勉強しませんよっていう人だとやっぱり受かんないですから現実的にそれは無理ですよ。ね無理ですって決めつけるのもあれですけどだってそれって難関試験を受ける人のスタイル勉強のスタイルじゃないでしょどう考えたって週1日2日ね勉強するだけでどうにかなんだったらみんなやりますよ <laughs>。ねみんなやりますよ。 でももどうにもなんならいから難関なんですよ難関だから資格を取ることに意味があるんですよ。専門家としての認知を皆さんにしていただけるわけですから。でやっぱりそうなってくるとそれなりに勉強時間って必要なんだよね。だからこの勉強時間僕は具体的に何時間とかっていうよりも一つの目安としては1回の授業が2時間半なんです。で1回の授業は2時間半なんだけど2時間半の授業を受けたら少なくとも2時間半は復習時間絶対ありますよ。最低限。ね。 えー、最低限2時間半の授業、えー、復習はいる。でこれがまあ勉強始まって最初のうちはそんなに時間かかんないかもしれないけど進めば進むほど内容も当然難しくなってきますから問題解くの時間かかりますね。でさらに言えばよこれね1年間にわたって皆さん勉強やっていただくわけですね。で本試験までのことを考えれば1年間勉強やんなきゃいけないってことはどういうことかって言ったら当然ですけど例えばね9月から調校を始めていただいてだいたいねインプット期。 知識を入れていただくインンプット期ってのはゴールデンイーク前まででに終わらせるんですね、まあたい目標で言ったら4月頭ぐらいに一通りインプット期を終えてそうするとゴールデンウィーク明けからはいわゆる直前期っていうのが入る当連なんかをどんどんやっていく時期になるんですね税理士ってそういうクールなんですけどそうなってくるとね9月ぐらいからまあ勉強を始めると前提とした時に。 えー、そうね4月、まあ、前半ぐらいまでで兆候を終えるということを考えればですよ当然ですけど12月ぐらいになった時にじゃあ9月にやった問題のことって完全に覚えきれてますかっつったら普通人間は忘れますよね。忘れるでしょってことはどういうことかっつったらい最初のところに戻ってまた問題解き直しをしなきゃダメなんですよ。 最初の方に入れた知識っていうのは当然知識の定着を図る最初はそれで勉強するんだけどじゃあ9月に抑えたことは12月まで完全に残りきるかっつったら人間しばらくやんなくなったら忘れに決まってんですからそういう話は当然9月のところに戻ってまたやり直す時間が必要なんですね。すなわち後半に行けば行こうと勉強時間って必要になります必要になりますでその勉強時間の確保ということを考えるとやっぱ少なくともどんなに少なくとも 授業と同じ時間の復習時間の確保っていうのは全体を通して考えれば最低限必要。でこれが授業の倍ぐらい復習時間が必要になる人もいるでしょう。ね。いるかもしれないしそんなにいらないっていう人もいるかもしれない。これはもう個人差があるから何とも言えません。ただ一般論で言えば少なくとも授業と同じぐらいの復習時間は確保するっていうのが基本です。基本。もうこれは最低限。 で最低限なんでその復習時間のことも考慮してご自分の生活スタイルに当てはめてね生活スタイルに当てはめて自分の復習時間なんかを考慮した時に2科目同時にやった方がいいのか1科目ずつ単発で選んだ方がいいのか、まあ、そこら辺はご検討いただくというところになると思いますよ。でまあこの特にパーフェクト講座に関しては今ね 一つの講義受けたら同じぐらい復習時間入るよってお話もしたんだけども一応講座の設定がね授業の回数としてはあ全52回これが基礎期です基礎期で52回の授業い2時間半の授業を52回受けてもらいますねで2時間半の授業を52回受けてもらいますから、まあ、これだけで授業時間だけで130時間ですからねでしょ130時間ってことは少なくとも倍 かあーだから授業時間も含められばだけどここだけでどんなに少なく見積もったって260時間の学習時間はいりますで260時間はいりますけど僕260で多分引かないと思いますよもっとやんないとね僕は個人的に思う、ね、特に後半に行けばやっぱ時間増えますから増えると思うでさらに、えー、さらにですねこの基礎期の授業が終わると大体ゴールデンインカわけです ゴーールデンイク明け5月のゴールデンウィーク明けから始まるのがいわゆる直前期もうここから追い込みですえ5月でもう追い込みなの税理試験ってのはたい8月ですからね8月第1週の火曜日から始まるのがまあ基本なんですがその8月の試験に向けてゴールデンウィーク明けからもう追い込みなんです早いでしょだいたい最初聞いていただくとねそんなに早く追い込み始まるのって思われるんだけど全然早くないですもうこれでギリギリです ギリギリえー、まあちょうど僕ね昨日の段階で昨日の段階で2022年向けの通学でやってるね直前のクラスが終わりましたね終わりました毎年受験生さんおっしゃいます時間がなんな最初は5月のゴールデンウィークから直前期長いえなと思ってたよとでも時間足んいやることいくらでもあるから。 ね、特にこの時期になってくると毎回毎回本試験レベルの想定問題を解いていただいてね当連を解いていただいてで実際にそのご当箇所の見直しなんかやらなきゃいけない。で税理試験っていうのは試験時間2時間間2ですから例えば簿記論だったら簿記論2時間かけて問題解くんだけどこれねまず大きな特徴なんですがこれだん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 やったやっていただくと分かるんだけど税理試験特に簿記論っていう科目はねびっくりするぐらい量出ます。 こんなにって思うぐらいですこんなにって思うぐらいい量が多いものすごいい量多いですまあそうだな比較しやすい話で言うと例えば今の2級の試験ね今の2級の試験、まあ、90分で5つ問題解かなきゃいけないでしょあれも結構大変だよね。ねあれも結構大変なんでいや厳しいなタイトだなっていう感じがすると思うんだけどねあれが試験時間30分伸びるんですよ。 伸びるんだけど問題の量っていう意味で言えばよ税理試験の簿記論の問題の量っていう意味で言えばそうねざっくりした感覚で聞いていただきたいんですけど2級の本試験の量の5倍ぐらい出ます。<laughs> ねいや大げさじゃないですよ大げさじゃなくて5倍ぐらい出ますよ。すげえ量が出ますからですごい量が出るんです。ね、でそれを2時間で解くんです。終終わわんんんなないいじゃん終わんないですよ 終わんないです終わんないで出入り試験の簿記論ってね出題されている論点を全て問題解ききれる人なんてまあいない多分日本全国探したって毎年1人か2人しかいないと思いますよ本当それぐらい簿記論ってそもそもそういうもんなんです解ききれないぐらいの量が出るんですで解ききれないぐらいの量が出るんでじゃあ皆さんどうしてんのと合格するために何が必要なのって言ったら問題を瞬時に判断し解くもの解かないものの見極めおよび解くけど後に回すもの こういった問題が見極められるぐらいの専門的な知識を身につけてくださいねっていうのは税理士簿記の特徴です。その能力を見るという意味もあって爆発的な量を出してる。これはもう間違いなくそうだと思います。だって本当に処理量処理能力だけを見ようとするんだったら解ける量だけ出せばいいんですよ。でも念頭的に税理士の簿記論はい普通の人がやったって。 ま言い方から1年間にわたってね受験のための準備をやってきた人たちがやったってよ全部なんか解けないですよそれぐらい出るで、それぐらい出すってのはどういうことですかとこれは専門的な知識をちゃんと見極める見極めてるかどうか履修すべきものをしっかり履修しその履修した知識に基づいて会計学の思考により計算過程なんかを導出するような知恵が使えるところまで勉強してるか これを問うのが税理士募金論の特徴なんです。わかりますあのね、抑えるべきものをしっかり理解し、それを発展的に活用することによって問題解答手続きまで転化できるか。ね。要はちゃんと勉強やってるかどうか、一言で言うとそういうことだと思うんだけど、その知識を問うための問題の出し方って二パターンなんです。わかりますちゃんと抑えるべきものを理解し、理解ですよ。暗記じゃないですよ。理解し、 それを前提に問題対応が図れるところまで勉強を進めてきたかどうかこれを問うために問題の出し方一つ,つが日照簿記検定に近いんですが基本的に出し解ききれる量を出して解ききれる量を出してで純粋に問われた全項目について対応できるかどうかを見ましょう、まあ、これが「オドっちゃオドでしょうけど一つです日照はこれに近い、ね、32級もそうだし1級も基本そうですね 1>, 1級もまあ難しいですから全てはできない場合もあるけども基本的に1級は1時間半あればできる量しか出てません基本的にねまあ実際には全部ながか飛ばなくたっていいんだけどもいそういう量しか出てないだ日照っていうのはわりかし時間内に解ける問題しか出しませんその中で純粋に全ての項目に対応してねこれが一つの問題の作り方なんだけど税理士の募金論っていうのは違います全然違います伝統的に 解解ききききれれなないいいいぐぐららのの量量出出ししまますすそれはどういうことかっつったら問題をチェックして自分ができるものできないものを瞬時に判断するとともにできるけども優先的に解くべきではないそれは回答時間がやたらかかるとかかかる回答時間とか埋められる回答枠がリターンとして釣り合ってないとかねえそこまでのことをしっかりと読み取れるってことは当然ですけど広範な知識持ったりできないでしょ 問題見た時に勉強進んでない人って何でもかんでも全部一緒に見えるんですよ。ね。全部一緒に見えるの。だから、あ決算整理事項とかバーッと載ってる時にも上からやるんですよ。まあそういう人は受かんないですけどね。もそもそも問題に合ってないからで。受かんないんですけど、いいですかあー、簿記論ってのはそうじゃないんです。い 一つの考え方として膨大な量を出すことによって、それらを見極められるだけの広範な知識を身につけていることはどうか。これを間違いなく問わんとしているのは墓基論です。だってじゃなかったら、解ききれない量なんか出さないですよ。ね。で、墓基論ってそういうもんなんです。で、墓基論ってそういうもんだから、そういう問題に対応するための準備をしなきゃいけない。そうすると、基礎期の時点から、ね。ただ漠然と仕分けを暗記するとか、 ただ漠然と解答要領を覚えるとかそういうね上っ面の勉強をやってもダメなんですちゃんと内容を理解しないと、ね、でそうなると毎回の授業を聞いただけで理解までいかないですよ概要はわかるけどじゃあ実践としてそれを問題に当てはめて対応できるだけの応用力を身につけようと思ったら作業するしかないじゃないこれはもう自分でどん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 手を動かさないといけないんですよだから復習がいるんですだから復習がいる でその福祉をしっかりこなさなきゃいけないから、まあ、そのための学習時間というのをしっかりと確保するっていう前提で学習ののプランニンニグっていうのは立ててほしいんですねでこれ一つ完全に講義の回数が一致するわけではないんであれなんだけど一応ねこのパーフェクト講座まず当面皆さんに受けていただくパーフェクト講座は2時間半の授業が52回設定されてますこれが基礎期です。 で、この2時間半の授業が52回設定されてるんですが、対してね、唯一、私どもの方で、通学のクラスが開講されるのが、ああ母材横断。母材横断講座っていうのが、唯一開講されるんですね。で、この母材横断の講座に関しては、よいしょ。ちょっとパンフーつしますけどね。基礎機の授業。いわゆるインプット機の授業が、まあ、インプット60つんですけど、 3時間が60回なんですでちょっと時間も長いし回数も多いんですね。当、まあ、然2科目やるから多いんですけどもこのね母材横断のクラスに関してはこれ私どものホームページなんかでも確認できますけどね先ほど来申し上げている通通り唯一通学のクラスが設定されていま,まあ来年向けに関してはあ8月21日からね。 8月21日から水道橋校でね毎週日曜日2コマずつっていう形で授業を進めていくんだけどいパーフェクトの方々も一つこの母材横断の通学のクラスの講座設定あるじゃないですか講座設定これを参考にしていただいて、まあ、学習のプランニングを立てていただくといいと思いますよ、ね、ちょっと実際パーフェクトの方が講座の会社は多少少ないですがい少ないですけども まあほぼほぼ同じぐらいの回数で基礎期の授業をやっていくわけだからこれにちょっと合わせる形これを一つの目標に据えるような形でパーフェクト講座の学習っていうのを計画組んでってもらうといいんじゃないかなと思います、まあ、そうするとこちらずーっとやってってねよいしょ一応来年に関しては4月30日の段階、まあ、4月末までかかりますけどこっちはね、えー、インプットの授業終わります ならパーフェクトの方々も一つこの日程を参考にしていただいてまあ理想としてはやっぱりゴールデンインク前までに基礎期の授業インプットの授業っていうのを終えるそして直前期ゴールデンウィークから始まる直前期に関しては先ほど来ご紹介しているこの直前期に関してはもうこれはね募気論用の直前期財表用の直前期っていう形になりますから 母材横断の人たちも、まあ皆さん方のようなパーフェクトの人たちも同じ講座を受けてもらいます。僕<え>からはも一緒になります。で、もう直前期はもう母材横断もパーフェクトも関係ありませんから、簿記論受験のための、えー、直前期、材表受験のための直前期、それぞれ動くんで、こちらに関して、まあ母材横断の方々と同じタイミングでね、参加していただけるように、 パーフェクト講座の方々はインプットのの52回の授業を終えていただくというのが基本になります、ね、ただまあ当然ね学習開始時期っていうのは人によってかなり違います人によってかなり違いますからまあ完全にこの水道橋校における母材横断ーーの日程がパーフェクトに当てはまるわけでは当然ない、ね、当然ないけども一つの目安としてこれぐらいの学習進捗を目指すんだとそして 大きな日程のくくりで言えばゴールデンウィーク明けから始まる直前期の授業に間に合わせるようにパーフェクト講座のご兆候というのはいただきたい。ですか。その前提でちょっと学習プランニングを組んでいただいてねその際には当然のことながら聴講時間プラス復習時間最低限授業と同じ程度の復習時間というのはやっぱり組んでいく必要があります。計画をしっかり立てながら 学習ってていいのは進めたただきたいどんなにうまいこと計画組んだってね予想通りいかないのが人生ですからいろんな用事があって少し遅れてきちゃったりとかっていうのもあるでしょ。それは当然あると思うけど何にもプランニング立てないで勉強始めるよりはよっぽどいいですからね、えー、少しこういった日程組というものも意識をされながら勉強というのはね、まあ、始められるといいんじゃないかなというふうに思います。でそのの学習の過程でね 一つご活用いただけるかなと思うのが、これ、基礎期の授業。基礎期の授業に関しましては、一定回数講義が進む都度。これ、実力確認テストってタイトルになってんだけど、これ、要は月齢試験です。ね。大体講義で言ったら8回分ぐらいかな。8回分ぐらいの授業が終わる都度。大体それで1ヶ月ペースぐらいになるんですよ。週2コマぐらい受けてってもらうのね。大体、それで1ヶ月ぐらい,ぐらいになるんで、 え毎月毎月の月齢試験的な要素を含んでるのはこれ実力確認テスト、ね、これ8回分ありますからあーですから8コマ分授業を受けて8コマ分の復習なんかが終わったらこの月齢試験実力確認テストを受けることによって実際の問題演習をしながらね時間配分についての感覚なんかを身につけながら応用的な問題への対応の仕方っていうのも確認できるんで。だからこれをコンスタンススタに えー、勉強を進める過程で、ね、それまでの学習進捗状況を確認するという意味で実力確認テストのご活用なななんんかかをいいいいいただけると、ね、よろしいんじゃううふうに思います、まあ、こういったものをうまく活用しながらあ皆さん方に、ね、合格のために必要な知識を身につけていただこうというのがこの「簿記論」「パーフェクト講座」の設定です。で私の方でも「簿、ま、記、あ、論のパーフェクト」担当させていただきますし財務諸評論のパーフェクトに関してはあこれ 私どもの並木講師がご担当くださいます、ねまあ、並木講師は長年予備校においてね、えー、受験指導にあたってこられて、まあ、今はねとある大学の方で教授をやられておられますで教授をやられながらあー私どもの方で講義も継続しておやりをいただいてるでパーフェクト講座に関しては座標のパーフェクトは並木先生の方でご担当いただくという形で。 ねえー、講義は進めていきます。まあ、簿記論と財料どっちがいいですかねっていうご相談もよくいただきます。よくいただきますけどね。まあ、これは、あの、どちらかでやっても、結局同じものではあるけども。やっぱり簿記論から選んでいただく一つのメリットっていうのは。特に、近年、日証簿記検定なんかをご受験された経験終わりの方々は。馴染みなる形式の問題。ね。 もう本当に日商簿検定なんかで問われてるような内容がそのまま税理士レベルに引き上がったものが出てくるよっていうのが簿記論特性ですからだから問題の資材傾向等に関する抵抗っていうのはないかなねどうしても財務省論の場合には理論の論述があるんで、えー、そういうことからするととっ,っつきやすいのは多分簿記論ですとっつきやすいのは簿記論だけどただ簿記論の計算は財務省論も計算あるでしょ 財務省も計算あるんだけど募金論の計計算算ははは財務の計算等は比較にならななららいいいい難しいですよこれはもう嘘じゃないんだ僕言います僕ねあのこのガイダンスの類っていつも悩むんだけどあんまり適当なことばっかり言ってね皆さん方に勉強を始めていただいて後から騙されたって言われるの僕一番嫌なんでだからリスクはリスクとして現実にもうやっぱりお話をしとかないといけないと思うからもう毎年僕これ言うんですよあの営業から言うなって言われるんですけどでも言いますよ。 簿記論は難しいです。間違いなく難しいです。まあ当たり前ですよね。まあそうでしょう。3級とか2級今の2級なんかうんと難しいけどね。2級受けるときだって大変だったでしょ。当然勉強してるときにはもう一生懸命勉強して難しい。問題こなしてやっとこさ合格されたっていうことだと思うのよね。で、当然2級だって。あれだけ難しかったけど、税理士の簿記論はもっと難しいですよ。当然難しいです。当たり前です。 それはそうですよだって税理士試験ですから皆さん方が税理士試見、まあ、都合5科目受かんなきゃいけないけども5科目合格されてね一定の要件を満たした暁にはバッジがもらえてですよ世間の皆さんから先生というふうに呼ばれながらお仕事お金をいただいてお仕事サービスを提供するような専門職になられるわけですよ。でその専門職たる税理士になるために必要な素養を身につけているかどうかを問うっていうのは税理士試験なんですから。 ちょろっとやって受かるわけがない。難しいです。で、僕に簿記論の難しさのまあ、根源を形成してるのはね。あのー、端的な話で言うと簿記論合格するために必要な素養って何ですか？って聞かれれば一言で言ったら知恵なんです。僕の感覚で言うと知恵なんですね。この知恵を使って問題を解かなきゃいけないっていう比率が。 圧倒的に財標に比べても財務省論に比べても簿記論は大きい。え、どっちかというとね。財務諸表論の計算っての、ね、知識なんです。ね。解くために必要なのが知識なんですが、簿記論は圧倒的に知恵です。知識と知恵って何が違うか？まあ人によって定義づけ違うかもしれないけど、知識ってのは極端な言い方するか、失点か知らないかったんですよ。いい知識っていうのは失点か知らないか？ だからある程度知識だけで問題解けますよっていうのは代表の特性である程度ですよ。おーすなわち問題の解答要領こういう問題をこういうふうにボックス作ってこういうふうに資料をまとめてこうやって解答出しちゃいいんだよ要は問題の解き方を抑えてれば対応できますよねそれで合格点数いきますよそういうのは知識なんです。だってボックスのまとめ方は知ってる知らなきゃいけないですよ 例えば2級の工業簿記なんかやった方は分かるでしょうけど総合原価計算の時にボックスまとめてこうやってデータ書いててこうやって計算しましょうってやるじゃないですかあれ知識ですよねあれ知ってんか知らないかじゃないで極端な話ですけど総合原価計算適用企業の大きな特性なんつうのは分かんなくったって問題の解き方でまとめていけば問題は解けちゃうじゃないでしょ知識なんですよねそういうもんなので知ってんか知らないかで済むのが知識なんですが簿記論で要求される知恵なんです 知恵って何ですか知識と知識を組み合わせその場その場で応用転換をしながら自分で回答要領を見いだすとか問題が言ってる趣旨を理解し回答を求めてるものはこういうものだっていうのを自分で考えて導出しなきゃいけないとかやらなきゃいけないことを自分で判断するっていうのが結構キロ論多いんです。わかります端的な話簿記の産休なんていうのはわりかしね 一番最初に入門的に受けていただくものだから問題文見た時に何しろかにしろって全部書いたんですよ。ねあそうは言ったって解くのは大変だけどね勉強してる時は大変だけども三級とかっていうのは何を出せこれをやれ全部書いてあるのだから問題文見ればやるべきこと分かるのだ知識だけあれば解けるんですただ簿記論ってやらなきゃいけないこと問題文に書いてない時ありますよ。あざらにあります全然ありりまますす全然 全然字面では書いてないけど当然の解釈としてやるに決まってんじゃんってそういう判断しなきゃいけないものいっぱいありますからそれ一つ取ったって知識だけじゃ解けないですよ。持ってる知識と知識を組み合わせて知恵を使ってこういう PL を作んなきゃいけないんだから当然やるでしょ判断を加えなきゃいけないのが僕らの特性なの。だから知恵を使えるところまでいい 勉強を進めななきゃいけないいけここととどういうことかまず知恵を使うるようにするためには今言った通り知恵ってのは知識と知識を組み合わせたものですから知識が定着してなかったら知恵なんか聞くわけない。ね、まず知識をしっかり固める。で知識をしっかり固めた上でよさらにここにねその知識と知識を組み合わせて知恵に転化して問題を解いていくんでしょ。そのための練習もしなきゃいけないの、ね、それが簿記論の大きな特徴。だから あの問題の形式はかなり日照簿記検定似てます似てますけども知恵を求める頻度が圧倒的に高まりまりすそういう意味で論はえ難しさがありますただ難しいとは言ったって僕の受験生さんみんなそれはこなしてくださってる去年とかだって簿記検定の受験経験全くない方々でも合格していただいてますでやれるんですよただやれるようになるためにやっぱり簿記の勉強のやった経験なかった方々大変でしたよ最初は。 最初はねいいきななり税理士の授業入れないんで、ね、えー、私どもの場合簿記3級2級の受験経験ない方向けに入門講座っていうのを無料でお付けしてますからまずその入門講座を勉強していただいて簿記のいろはの意から抑えなきゃいけないからそこをやってる時はやっぱり大変でしたよでもそういうのをコツ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 こなすことによってちゃんと合格はしてってくれるんですねそういうふうに持ってきるようにカリキュラマは組んであるでカリキュラマは組んであるからあとはそれをね こなせるように皆さん方にご準備をお勧めいただくということが必要ですよっていう話ですから、ねえー、それが進められるようなあスケジューリングというものを是非積極的におや,りおやりをいただきながらあ学習というのは進めていただきたい。で私はあくまでも講義を担当させていただくにあたって長年コンセプトに据えているのはい合格するために必要な知識 これをしっかり定着していただきながら合格戦術を皆さん方にご提案するのが僕の役割だと思ってますですからあー変に突飛な話または難易度の高い話ともするとそういった部分に目が向きがちなんですがそんなところを重視はしません合格のためににに必要な知識ままささこれを皆さんに僕はご伝授しますえ例えば僕の2級までやってきていただいたことあるでしょ やってきた方は分かると思うんだけど、二級なんかだと、今、やっぱり一番難しい領域っつったら、連、連結とかかな。連結会計なんか、非常に難しいと思うんです。で、二級の受験上は、連結なんかできなきゃダメなんですけど。税理士試験に関しては、連結なんつうのは、基本の問題が解ければそれでいいんですよ。で、そういうね。比較的新しい会計領域に属するような部分、なおかつ難易度が高い部分。ああいったところを突き詰めたって、税理士試験なんか受かんないですよ。 あっちばっかり身に向いてその代わりその代わりって言ったらですそのその割にね例えば3級からずっと出てるような有形固定資産の減価償却とか有価証却の売買とかあるでしょああいう問題で相も変わらず間違い出すような人って税理試験絶対受かんないからねやれ連結だ連結だっつってそっちばっかり気にするんだけどその割には第1問2級の第1問の仕分けであるでしょ固定資産の売却の仕分けとかあるじゃないああいうのも全然できないとかね いるんですよそういう人でもねそういう人は税理試験絶対受かりません絶対受かりません連結を一生懸命やったってそれは所詮覚えてるだけ理解なんかしてない当たり前です有形固定者の売却が処理できないのにですか有形固定者の売却仕分けが正当率100%ないのに連結だ連結だっつったってそれはやり方を覚えてるんだけど問題変わったらもとけないですよねえ意味ないんですそんなの だからそういう応用度が高い部分なんてのは掘り下げる必要ないの基本の部分だけしっかりやれば税理士はいいんですじゃあ何が必要かそういうね日照簿記の3,2級で出たことある論点勉強したことある論点これがぐっとレベルを引き上げて問題出てきますからそういうものに確実に対応できる素養っていうのをまず身につけるってことが税理士試験簿記の向かるため絶対必要なんですで僕はそういったところを重点的に授業としてお話しするしね 応用度が高いまたはレベルが高い論点だけどさほど合否に影響しない部分については基本でいいですよ明確に言いますだから僕はもう掘り下げなきゃいけない部分については掘り下げてください言いますで逆に言うとこれは薄くでいいよ軽く見とけばいいよいうものは軽く見ていただければ結構したがって授業も流しますもう僕はそこはメリハリつけるのは僕の仕業だと思ってるんでで 僕らみたいな予備校の講師の仕事というのは会計学を研究するお手伝いをするわけではないので、えー、皆さんに合格をしていただくのが僕の仕事だからそのための授業を展開するでそのための授業を展開しますから確実に私の方でご提案させていただく内容をこなしていただければこれはね今までの証拠として受かっていただくことはできます例年私の受講生さん受かってますから多数。 だからしっかりそれをこなしていただくことができれば合格していただくことは間違いなくできます。ね、だからそれを実現できるようにねスケジューリングをしっかりして勉強というのを進めていただけるとありがたいというふうに思います。まあ少し長くなっちゃったけどね、まあ、パーフェクト講座進めさせていただくにあたっての私の方の基本的なスタンスなんかを今お話しさせていただいた。でね もう本当にさっきも言ったけど近年日商簿記検定なんか本当に難しくなってますから日商簿記の2級を受かった方々これもうかなりレベルとしては高いところまで来てると思うんですよ。当然税理士試験を受けるためには税理士のために必要な知識に切り替えを図んなきゃいけないしより多くのものを抑えなきゃいけないけどもこれ本当に今の2級を受かった方々であればもう基礎的訴訟ってのはかなり固まってますんでね。それを土台にまあちょうど今年から年かかららは 税理士会計科目は受験資格が撤廃された、まあ、今まで大卒分系じゃなきゃ受けられなかったけど、ねえー、今年度から税理試験受験資格が撤廃されましたからこれはチャンスですよ。<laughs> ね、なぜチャンスか受験者間違いなく増えます。で受験者間違いなく増えるってことは分母が増えるんですよ。どういうことっつった時に税理試験っていうのは一つね100点満点の試験で60点が合格の目安とは言われますす言われますが実質的には競争試験なんです。 上位10%が受かる競争試験なんです。冒険論も当然そう。そうすると、受験資格の緩和がされてね、分母が増えるってことは、当然分子を形成する合格者の数も増えるに決まってんのに上位10%なんだから。っていうことは、来年は、2023年は、これ狙い目ですよ。狙い目ですよ、分母が増えるんだから。ね、合格しやすい状況になりますよ。 ね、当然上位10%に入るっていうのは容易なことではないからそ,のそれに向けて勉強はしなきゃダメですよ。ただ一般論で申し上げればこれはね当然のことながら受験規制が緩和されることによってこれまで受験資格がないことで受けられなかったのうハイポテンシャルの人たち入ってくる可能性多分にあります。それは皆さんにとって脅威になるかもしれない。ただ比率の問題だけで言えばもう分母が増えるんですから。 絶対数としてての分子だって増えるるに決まってるんですこれは考えようによってはチャンスですからねでこのチャンスをうまいことを活用していただいて無事ね来年合格っていうのを目指していただくといいと思いますであとはねちょっと僕の方からねそういった科目の特性的な部分をお話しさせていただいたんだけども学費のことであったりあとはあシステム上の問題であったり、まあ、そういう部分に関してのご相談はまあ専門のね 各本校のスタッフであったりあとはお電話いただいてね私どもお試験担当のカスタマーセンターの担当等おりますからそちらの方にご相談いただければ。 まあいろんな形でのご相談乗らせていただくこともできるしご提案もさせていただくと思いますんでまあぜひねお一人一人状況も違うでしょうからああそういった部分についてご相談いただければと思いますあとは質問制度ねどうしてもパーフェクト,ェクト講座っていうのは Web がメインですから通学ではないので質問対応どうすんのっていうところもあると思います基本的にはメールなどでご相談いただくというのが基本ではありますが去年から始めたのがこの Zoom の質問会これね僕が始めたんですけど これ毎月いっぺん水道橋校での通学授業が終わる都度、あのズームを使ったね質問会やりますで質問会やりますんでまあその質問会でライブでね、えー、普段ご自宅で上京していただいてるパーフェクトの方々は僕に直接ご相談いただいたりもいいしで僕に聞くだけじゃなくてねあの幸いなことで今年度始めたばっかりなんですけどこのズームの質問会大変1年目うまいこと言ってね あの通学の受講生さんも残ってらっしゃいますから通学の方々にいただいた質問の話を投げて「いや僕はこんな風にやってるよ」とか「勉強の仕方どうしてんの?」なんていうね Zoom の参加者からご相談があると、まあ、僕からもお答えしますけど実際にね通学で勉強してる人たちが直接回答をね「いや僕はこんな風にやってるよ」ってこういう風にやってもいいんじゃないっていう形で、まあ、お互い受講生さん同士で情報交換したりもしてるしあとね まあ最後本当に僕はもう巡られてるなと思うのは私のねえ過去の受験生さんでまあ漢方を乗った合格された方や直近母材を合格された方これね本当にもう幸いなことにねその合格した OB がね毎回ではないんだけど去年なんかはねもう複数回にわたって参加してくれたんでまあ僕みたいなね講師に直接質問していただくのも当然有効だとは思うんだけどもやっぱりより近い。 ねえ去年受かった先輩、まあ、こういった人に「この時期どういうふうに勉強してました」とか「どういう筆記具は使いやすいですか」とか「何だっていいんですよ」ね「よもやま相談みたいなものを直接合格 OB にしてもらったりもしてます」で「来年も彼らそうあの協力してくれる」って言ってるんでまあ参加してくれると思いますからねそういう機会も設けながらまあ一人にならない状況を極力作りながらね 1>, 1年間ににわたっててて勉強を進めいいきままししょうというと形にしてますんで、まあ、ぜひね前向きにご検討いただけるとありがたいというふうに思いますはいちょっと長くなりましたけどもね、えー、以上が2023年向けの税理士5キロに関するガイダンス講義というところでございますぜひね、まあ、前向きにご検討いただいた上で何か疑問点があれば専門の担当員等にりですねご相談いただければありがたいと思います、えー、では講義の方でねお会いできる日を 楽しみに僕も待ってまりますんで、まあ、ぜひね頑張って来年の試験で専門職たる税理士格のまず一番最初の科目 5kg の合格をね共に頑張って目指していきましょうえー、以上で本日のガイダンスは終わりとなります皆さん長い間お付き合いいただきましてありがとうございましたあ本日はこれで終了ですありがとうございました